仕返し、というか、後ろ足で砂をかけてやった程度のことだけど、長いこと契約社員で働いていて30歳が近づいた頃、現状に猛烈に焦って小さい会社に正社員で転職した。経営者夫妻とベテラン男性社員、経理の女性社員のみの会社で、女性社員の退職に伴った欠員補充の採用だった。会社の問題点はすぐ分かった。社員を私的な使用人と勘違いしていて、使用をやらされたり、休みの日でも呼び出して使おうとする。いやいや従っていたけど、その態度が社長に嫌われているのは感じていた。ら、解雇を通告された。ニヤニヤしながら、退職勧奨って言うんだよって、超嬉しそうに2ヶ月後に辞めてね、とのこと。ムカついたので、即、転職先を探した。サクッと面接を受けて、採用は1週間後、ということで採用された。転職するので、今週いっぱいで辞めます、と言ったら発狂してたわら。損害賠償請求の裁判をやる、とか言って労働基準監督署に電話してたけど、退職されて、損害が出るような人材なら働き続けてもらったらいいんじゃないですかね。とか、すごくやる気のない対応をされているのが、電話口から漏れ聞こえてきてわろたわら。そんな、いつでも辞めていいなら、労働者はやりたい放題じゃないか。とか叫んでて、わろたわら。経営者が、やりたい放題やってトラブルが多かったから、今の制度なんですよ。これ、結構前の話なんだけど、会社は潰れてないっぽい。出来心で、ハロワの求人を検索したら、今も求人が出てたわら。やっぱり、いろんな人が正社員に釣られて就職、退職を繰り返してるんだろうか。本当は、退職の1ヶ月前に、退職の意思を伝える必要があるんだけど、退職勧奨後なので、問題なかった。ちなみに、退職勧奨されている状態じゃなくても、1ヶ月以内に辞めてもあまり問題ない。場合によるけど、戦力外通告されてる状態で、ちょうど雇ってくれるところが見つかったので、今、辞めて次に行かないと、仕事が見つからないかもしれないって説明がつきやすかった。嫌な上司と2ヶ月顔を合わせるより新しいところに行きたかっただけだけど、その次に行った会社で夫に出会って、また別な会社で正社員になれたのでよかった。ブラックバイトの話で、退職しようとしたら損害賠償請求すると脅されるってのを見て思い出した話。